もう一掘りは第8波に入ったんでしょうか。新型コロナの感染動向をいち早く捉えた調査に迫ります。本土の新規感染者数は全国最多と。昨日危機感をあらわにした鈴木知事、道内の人口10万人あたりの新規感染者数は1週間平均で 989.6 人と全国最多に。病床使用率は夏の第7波のピーク時を超えました。そこを病床フェーズを最高の3に11月14日から引き上げることといたします。道は現在1791ある病床をさらに500以上増やす調整に入っています。そして今日道内では新たに7911人の感染が発表されました。内訳は札幌市は3066人、旭川市は547人、函館市は345人、小樽市は171人、道は3782人です。また道内で合わせて14人の死亡が発表されました。こうした中、函館の市立函館病院では昨日までに患者と職員合わせて132人が感染する大規模なクラスターが発生しています。外来や入院などの制限はしていませんが、感染者と感染者以外の領域を分けるゾーニングの対応をしています。また釧路の市立釧路総合病院でもこれまでに患者と職員合わせて111人が感染。クラスターの拡大を防ぐため、病院は緊急性のない手術や入院を当面の間制限、入院治療を行う二次救急も一部の診療科を除き一時的に停止しています。拠点都市の病院でも相次ぐクラスターに、札幌医科大学の東瀬教授は、夏ぐらいからですね、北海道は地方の方が感染者数が多いっていう状況に逆転してしまったので、今回はその釧路とか函館になりますけど、そういうところの地域はですね、人口あたり の感染者の数って比率がですね、今一番最高の状況にある。大きなクラスターが出ると医療逼迫になるんじゃないかっていうのはずっと心配してたんですけども、例えば発熱外来みたいなところどこでやるのかとかですね、そういうことが大会が効かなくなるので、医療的には危機な状態に陥っちゃうと思います。また病床数を増やす対策については、病院の中のベッドを感染症用、つまりコロナ用に変更するっていうことの意味でしかないので、他の病気に対しての診療に対してですね、圧迫が出るってことを意味してるんですね。まあ急を要するような病気の例えば手術みたいなものをちょっと待ってくれみたいな話に、昨年とか一昨年にあったようなことですけども、それがまたは再開されちゃうことになるかもしれないですね。こちらの研究室には新型コロナの少し先の感染状況を知るためのヒントが詰まっています。道内の感染はこれからどうなるのか、この予測を可能にしたのが北海道大学水質変換工学研究室の北島正明准教授の研究チームです。この直近の結果を見るとですね、やはり下水のデータを見る限りかなり感染拡大が進んでいるなというような印象を受けます。試験管の中の液体は札幌の地下に流れる下水です。この中には感染者からのウイルスが含まれています。札幌市の人口の 52%、 およそ100万人の情報を含む下水を調べると、感染の広がりのリアルな姿を新規感染者数の発表より1週間ほど早く把握することができるのです。この下水のデータを見る限りですね、10月の上旬から中旬ぐらいに第8波のですね、兆候が見られていた。今から1ヶ月以上前にはですね、もう第8波が始まりかけていたと。で、本格的に始まったのは10月の中旬ぐらいだろうというふうに思ってます。
札幌市のウイルス濃度は第7波のピークから減少傾向でしたが、10月上旬から増加の兆しが見られ、中旬からは右肩上がりで増加しています。札幌市の感染者数の発表と比べると、先月24日は660人でしたが、その後増え続け、おとといには3460人になりました。北島准教授は第8波の兆しと見ています。いつ頃にピークって迎えそうですか？そうですね、第8波がいつに迎えるかっていうのは、現在のところ正直申し上げて見通せないっていう状況ですね。あまり、まあ、楽観視はできないのかなと。もうすぐにピークを迎えるよっていうようなことではなくてですね、今もずっと濃度が上がり続けているので、少しこれ今後の状況っていうのは読みにくい、読めないような状況になっています。ピークを見通すことができない感染の拡大傾向、さらに北島准教授はこれまでとは違うデータの動きに注目します。つまり第7波の波がですね、十分に落ちきらないまま第8波が始まってしまっていそうだということが言えます。まあ、これが一番大きな違いだと思いますね。再び始まった新型コロナの感染拡大、ウイルスが活発化する寒さに旅行支援などで活発化した人の流れ、全国で最も深刻な感染拡大が続く道内、感染者数の数が減少に転じる理由は今のところ見つかっていません。こうした現状に今日札幌市の秋元市長は、全国に先駆けての感染が拡大をしている、まあ、いわゆる第8波と言われる状況に突入しているのではないかと考えております。病床使用率につきましては直近では 50% に近い水準に達しをして、さらに上昇が続いていると、医療への負荷が急速に高まっている大変厳しい状況が続いております。札幌市の入院患者数は昨日時点で370人、第7波のピーク時の350人を上回っている現状に強い危機感を示しました。本格的な冬を前に道内に襲いかかってきた第8波、医療体制のフェーズは最高レベルに引き上げられますが、国や道は社会経済活動は制限せず、医療と経済の両立を目指しています。宴会場とかパーティー会場とかでクラスターが出ましたとかですね、そういう話ってのはあまり出てこないので、それなのにやみくもに自粛すると、逆に感染対策に対してこう協力してもらえなくなっちゃうんじゃないかと。そのためにはやっぱりワクチンをですね、特に遅れているので、若い人にのワクチン接種がですね、なんかここを強力に進めていく必要があるんじゃないかと。